自分クイズ。地主圭介さんの2年前の年収は？大好評自分クイズ。このコーナーは本日のテーマ、恋人といる風について自分しか知らないクイズを出題いただき、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。はい、なので地主さんから自分クイズをお願いしたいんですけれども、聞いてますか？今来ましたよ。おあれあ、そうだ、自分クイズ。そう、自分しか知らないクイズを考えるでしょ。自分しか知らないクイズも言ってもらって、3択ぐらい。じゃあ今日僕は何時に起きたでしょうか？あ、じゃあ、そうです。恋人といる風が一番いいかもしれないですね。恋人といる風について自分しか知らないクイズ。あ、自分は恋人といるときはこうしますと。いる風を取ってるときはこうするんですけど、一体何でしょう？ 1、〇〇、2、〇〇みたいな。そうですね。恋人といる風、いるとき、いる風のとき。あ、じゃなくてもいいですよ、もう最悪。じゃあ、2年前の僕の年収は？ディスレイ。私の三択にしてもらっていいですか？そうですね。じゃあ、1。はい。470万。あ、リアルじゃない。2番、270万。270万ね。3番、170万。170万。2年前です。2年前は2012年。そうですね、2年前。もう、どうですか、皆さんも考えてみてください。そうだね、すごいね。パッと思いついたのが年収だったっていうね。そうですね。70万っていうところがリアルだから。そうだね。470万だったら、1が。1が470。2番が270。3番が170万。すごいね、さらっとすぐ言えるっていうのはすごいな。ね、170万だとしたら月に11、2万。うん、そうですね。2万。うん、で、270万だったら20。行かないかぐらい。行くか行かないか。バイトはでも一切してなかったし、ね、してないな。そうですよ。さて、皆さんもどうでしょうか？今なんか作ってくれてますね。はい、出ました。あ、そうですね。愛ちゃんでは、ありがとうございます。すごいですね。なんか全部1000万クラスになりますね。ねえ。ほんとだね。2270万。ほんとだ、1470みたいな。じゃあ、皆さんもどうでしょうか？まさか。地主さんの自分クイズ。2年前の地主さんの収入はいくらだろうかというクイズになってます。皆さんもぜひ、ちょっと待って。いや、これ1番が470万、2番が270万、3番が170万ということで、2年前の収入ですね。そうですね。さあ。うん。で、うちら答える？オッケー。じゃあ、あれありますか、まだ。オッケー。じゃあ、番号でやります。手でやります。はい。で、うちらは、思うのは、じゃあ、愛ちゃんは？ 2 番。270万。これ一番ガチっぽいなっていう。うんうんうん。あと、20万ないぐらいでしょ？ 20 万ないぐらいでしょ。私、じゃあ逆に、うん、逆に逆に1番。はぁ？ 470万。逆にね。今の方が少ないです。そういうオチもあるもんね。うん、なんかあったとかさ、競馬に勝ってたとか。ああ、うん。FX ね。2000までの株もね、2年前ぐらいの株で。はいはいはい。じゃあ、あるのかもしれない。自分クイズは自分しか知らないので、ね。じゃあ、皆さんの見てみましょうか。はい、皆さん。見てみましょう。あ、あ、でも3番が6割ですね。58.9。では、ジュニさん、はい、お答えの方、お願いします。お願いします。3番170万。うわー、すごいねー。みんなの通りだ。え、次だったら10。あ、そのぐらいでしたね、2年前は。2、3万。実家暮らしでした？いや、一人暮らしずっと。は？家賃は？家賃を払ってましたよ。おいくらの家賃？それ5万ぐらいですか？え、ほぼじゃあご飯は？ご飯1日1食でしたね。外食はあんま行かない？しない。お酒は飲まれる？飲まない。飲まない。ギャンブルはしない。しない。タバコもやめました。働いてる時は捨てましたけど。そうか。だってそうしないと貯金は今いくらですか？今ですか？いや、そこまで言わなくていいよ。今が170万の年収であれば聞いてもいいと思うけど、そこから言うのは今は違いますから。変動が結構増えてます。え、そうですよ。あの時よりは増えてます。増えてなかったらクイズにしないでしょ。今は170円。今だいたい1本で5億ぐらいもらいますからね。ああ、すごいですね。あ、ほらほらほら、お金だよ、お金。すごい。
めて仲良くなびいてくるな。なびいたよ。後でなびいたよ。トロク、トロク、ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。トロク、トロク、ニコ生ラブリサーチ。